SE 気になるな。よしき様、あ、よしき様、よしき様。季語は？季語はどこに行ったの？面白。そう考えるのが一番合理的だ。不正の証拠を握ってるのは僕だけのはずっていうのも理由だが、当然現実でその行為が父にバレていたと考えられなくもない。でも豚所に潜入した時のある出来事で確信したんだよ。ある出来事？あ、あれか、パスワードの件かな。説明してくれ。パスワード？あ、やっぱり。隠し扉を開けるのに使ったパスワードか。うん。あれ、でもさ、だとするとエルとユキちゃんって東城にとっての何なの？え、ちょっと、え、なんかすごい、なんかわかんないけど鳥肌立ってる。あれ危なかったぞ。私としたことがだいぶ手こずって。そういうことか、あの時。うん。お、どうだナビ、開けられそうか。ねえ、このロック想定より難解だぞ。双葉が手こずるって相当だよな。鍵かけたやつは相当用心深いか、うん、よっぽどのビビリってことか。クソみたいな趣味。さすがにまずいよ、止めないと。待って、気持ちはわかるけど今は。まずい。あっちは一触即発みたいだ。あ、忘れてたわ。おい、結構ちょっとなんか重い空気漂ってたんだからさ、やめろその頭にかぶってるやつ。くそ、パスワードだ。ごめん、もうちょいかかる。ここさえ突破できればヨシキの悪事を暴けるのに。悪事暴く？あ、それで思い出したのか。マジでやべえぞ、まだかナビ。もうちょっとなんだ、このパスワードさえ。すまない、ちょっと貸してくれ。おっさん、何して、パスワードを入力すればいいんだな。うん、これで。自分の誕生日とかかな。あ、いた。すげえ部屋。やるじゃねえか、東四郎。うん。お前もこういうの得意なのか？いや、そういうわけじゃ。え、ちょっと今俺すごい考察を思いついたんだけど。え、どうしようかな。言おうか言う前からちょっと迷ってる。さっきのエルとユキちゃんの話だけど、この世界が東四郎の中だとするのであれば、このユキちゃん、エルはちょっとごめん、まだわかんないけど、ユキちゃんってもしかして東四郎の母親？小さい頃に言ってたか、にって言ってたから、年齢がこんな感じなのもね、うなずけるし、その可能性あるんじゃないかな。よし、こっちはミッションコンプリートだ。うん、うん、みんな、あとは任せた。なんか超面白い。ストーリー最高かよ。父の不正を暴くという僕の認知が反映された結果に違いない。でもパスワードはお父さんも知ってたんじゃん。父は用心深い人だからね。そういう端末のパスワードなんかはたびたび変更していたらしい。なるほど。僕がたまたま入力したものが正解なんて、うん、あまりに都合が良すぎるだろう。でもそれだけで？根拠はまだあるんだ。それはこの店、ルブランだよ。急にルブランの話？この店が？なぜ？この場所について、うん、何か忘れている気がしてたんだ。そっか、ルブランも東四郎にとって特別な場所ってことだよね。僕は、ああ、現実のこの店を知ってる。そうなんだ。最年少の総理候補なんて騒がれて、うん、家でも外でも居心地の悪さを感じてた。来客や他の議員への挨拶、マスコミ対応、目が回りそうなくらい忙しくて、そんな時フラッと入ったのが路地裏のこの店だったんだ。へえ。
それ以来、ああそうらしいな。お世話になるようになった。ちょっと初めて今作で宗次郎の姿が出てきてめっちゃ嬉しい。でもこれ見る限り東城はちゃんと変装してるね。マスクとメガネと、あと視聴者さんのコメントにもあったんだけど、なんで東城って右手だけ手袋してるんだろう。うん、その辺も何か関係があるのかな。営業してると分からんほど静かで落ち着く店だからな。それはそれで問題だろう。それ客いないってことだろう。ご主人が聞いたら怒るぞ。そうだよ。まあでもルブランはね、にぎわっているよりちょっとフラって入って 2,3 人お客さんがいてゆっくり喋るぐらいがちょうどいいんだよ。あ、もちろんコーヒーの味は格別だ。もしかしたら君たちにも会っていたかもしれないな。うん、確かに。でもどうしてこんな世界が、しかも本人が迷い込むなんて。うん、そこまでは僕にもわからない。ただもしそうであるなら、僕の心の問題に君たちを巻き込んでしまったことになる。本当にすまない。おう、なんだよ今さら。別にそんなこと気にしねえよ。うん、閉じ込められちまったんなら俺らでなんとかすりゃいいんだし。そうそう、こういう異世界バトルは慣れっこだからな。うん、あんまり異世界バトルに慣れっこな高校生いないけどな。乗り越えられなければ俺たちはそれまでというだけだ。なんか頼もしすぎるだろ。でも諦め悪いからねうちら。うん、まだまだ食べたいスイーツあんのにのたれ死んでる場合じゃない。君たち、うん、一緒に帰るぞ。そうか、君たちは強いな。まあこいつらはいろいろあったおかげで多少のことじゃ折れたりしない。うん、ありすぎた。だがお前だってそうしてたもんじゃないぜ東四郎。あなたはお父さんの様子に気づいて自分の意思で動いた。確かに、いつも通り黙っていれば何も知らない傀儡でいられたのに。お父様の不正が許せなくてそれを正したかったんでしょ。けど僕は勇気がなくて。なかっただろ。エル、思い出せ東四郎。マリエの時と同じだ。君は人形にも意地があるって言ってたじゃないか。ああそうだった。頼みがあるんだ怪盗団。どうした。我が輩たちに頼み。うん、ああ僕と取引してほしい。かっこいい、めっちゃ鳥肌立った。ここが僕の心の世界だとしても、うん、僕の自由になるわけではないんだろう。例えば僕がここから出たいと願えば何もかも解決するような。そいつは難しいだろうな。そもそもお前の人間の心を変えるってのはそう簡単な話じゃない。でなきゃ我が輩たちは命がけでお宝取ったりしてなかったぜ。うん、でもさ、本当にこの世界が東四郎のパレスだとしたら、なんか最終的にやっぱり東四郎自身と戦わないといけないんじゃないかな。なんかそれこそ東四郎の内なる何かしらと。だからこの東四郎自体もシャドウってことでしょ。そういうこと？うん。だったら僕はやらなきゃいけないことがある。僕はもう父から逃げたくない。よしき、この世界にいる父からも僕はあいつともう一度会って。そうだね、決着をつけなきゃならない。うん、そのために協力してくれないか怪盗団。もちろん。協力の見返りに現実に戻ったら父の不正を必ず告発する。まあちょっとそれが見返りになってるのかどうかはちょっと分かんないけど、うん、協力するよ。洗いざらい全部だ。うん、これを機に正解だってもっとクリーンに。すごい演説みたいになってる。そう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 、君たちのメリットが抽象的すぎる。うん、やっぱりさ、現生をさ札束を積んでくれないと動かないよ最近の高校生は。もっと直接的な報酬。おう、そうそうそう、どうなんだし、札束とか宝石とか金塊。あ、俺と同じこと思ってる。どこにそんな金が。法律的に真っ黒だぞ。何か他に
おい、どうする？そうだな、二言はないな。私たちはここであなたと一緒に戦う。うん。あなたは現実でお父さんの罪を告発する。それでいいってことだね。取引としては十分よ。かっこいい。それ以上は何もいらない。あなたのお父様に襟を正させるのは東四郎さんにしかできないこと。歪んじまった大人がいるなら代わりに成敗してもらわねえとな。うん。必ず約束は果たすよ。ありがとう、怪盗団。うわ、じゃ取引成立だね。うん。ああ、ゆきちゃん。お、ゆきさん戻ってきてたんだ。はい、何やら大事なお話をされていたようで。ああ、ゆきさんにも説明しないと。しかし何からどう話せばいいのか。いいんです、少しだけど聞いていましたから。皆さんの世界のことは詳しくは存じませんが、あなたは父に勝ちたいのですね。はい。ならば私たちの目的は同じです。いや、なんかやっぱゆきちゃん母親な感じがしてきたな。なんかもう東四郎に対するなんか愛情みたいなやつがなんか伝わってきたもん。これで外れてたらめっちゃ恥ずかしいけど。城の地下では未だ多くの民がよしきに苦しめられています。うん。私の願いはその者たちを救い、この国から悲しい涙をなくすこと。改めてお願いいたします。うん。どうか皆さんのお力をお貸しください。協力しよう。ありがとうございます。私にできることがあれば何でもお申し付けください。精一杯力を尽くさせていただきます。さて、皆さん荒事続きでお疲れでしょう。戦いのお話はひとまずここまでにして、うん、休憩にお茶でもお入れしますね。助かります、ユキさん。みんなは休んでくれ。僕は次の作戦について考えておくよ。愛全体の混乱に乗じて動きたいから、あまりゆっくりはできないが。うん。そうだ、東四郎、作戦考えるなら説明しときたいことがあるんだけど。説明？わかった、こっちで話そう。それじゃあ私たちはお言葉に甘えてちょっと休もうか。うん、ちょうど一息つきたかったところだ。いいお茶っ葉があるんです、すぐに準備いたしますね。いやー、すげえ、なんか面白かった。ちょっと待って、なんだ、ビーラブ川柳って。温度差激しすぎるだろ。よし、じゃあちょっとセーブしておこうかな。よし、じゃあ仲間と話してみるか。うん。ビーラブ川柳。落差がすごいんよな。急にこういうポップな話題に行くからな。で、そのアイラブヨシキよろしくってのはどんな番組なんだよ。そんなに気になるリュウジ、はあ、それもよろしく言いたいだけだろ。確かアイラブ川柳な。だいぶ慌てて帰っていったから今やってるかも。消せ消せ。すぐに消せこんな番組。では次の歌に参りましょうか。お、これか。ギラギラで金かかってるな。ここだけバブル全盛期か。読み人ネーム、ヨシキ様にぞっこんさんから。これ絶対番組スタッフだろ。本当にこれ実在してる？やらせでしょこれ。そういうことね。民から川柳を募ってそれを紹介する番組のようね。SE 気になるな。ヨシキ様、あー、ヨシキ様、ヨシキ様。季語は？季語はどこに行ったの？ヨシキ様、ヨシキ様、ヨシキ様。なるほど、なるほど、なるほど。どこに感心するポイントあった？ひたすらに私の名を繰り返すことで私への敬意と愛を示す歌ですか？だから季語は？ほっほ、実に素晴らしい。とでも言うと思ったか、ボケ。あ、よかった。
川柳に対する思いは本物だわ。よしき怖っ。見くびりよって読み手の媚びが透けておるわ。愛がそこに愛がない、季語もない。よかった、ちゃんと季語のことを覚えてくれてた。暴れてる。あー、やべえな。あ、私たちが倒す前に結界切れて倒れてそう。でも川柳なんだから季語はなくてもいいような。あー、そっか、川柳って季語いらないんだっけ。そういう問題か。だが俳句や川柳は五七五のわずか17文字の小宇宙に思いを込める芸術だ。あ、ちょっとなんかややこしい人来たな。これもいい機会かもしれん。俺たちも一句読むのはどうだ。ほーん、ではまず行け、リュウジ。いや、そんなポケモンみたいにリュウジが言えるわけないだろ。この SE ムカつくからやめろ。あ、なんで俺だよ。怪盗団キングダム来て、キングダム来て。お、なんかでも途中までいい感じだよ。頑張れリュウジ、頼む。え、ここバトンタッチ頼むレン。いや、そんななんかダーツみたいに。怪盗団キングダム来て、うん、大暴れ、僕と握手、無知タイツ。こっちでしょ。NG ワード来た、怒られるぞパーサーに。セミの戦法か、やるなリュウジ。いや、言ったの俺じゃねえし。つうか、あいつもともと無知タイツの女王様路線じゃね。ちょっと、いつまで。お、サロネタ引っ張ってんなよ。同じ中学同士仲いいな。あ、面白い。お前らくだらない番組でよくそんなに盛り上がれるな。だがまあ、せっかくだしここで我が輩も一句。お、ハードル上がりきってるけど大丈夫。この最後のやつがムカつくんだよな。我が輩が華麗に決めるを一番。ドヤ顔。我が輩は寝ても覚めても一流さ。我が輩天才かもしれん。誰か助けてくれないかな。はあ、面白かった。We love 川柳。なんだろう、ちょっとだけよしきのことが好きになってしまったな。ちゃんとブチギレてるあたり、好感度上がってしまったわ。倒しづらいな。まあとはいえね、倒さないといけないのでミッション行こうかな。うん、はあ。みんな少しは休めたか。うん、まあまあかな、川柳も読んだし。ええ、美味しいお茶のおかげで。ごちそうさまでした、ゆきさん。どういたしまして。さて、こちらも指針がまとまったよ。次の作戦についてなんだが、うん、まずは一旦状況を整理しよう。さくら君、さっき僕にしてくれた話をみんなにも頼む。了解だ。駐屯地のカメラシステムについてだけど、うん、ひとまず侵入して停止させることはできたけど、ヨシキの城にあるメインシステムまではさすがに壊せなかったんだ。なるほどね。町のカメラも今は一時的に潰したけど、そのうち復旧するって考えた方がいい。ってことは時間は限られてるってことだね。それならこのチャンスにヨシキの城に乗り込むってのは。うん、いや、それは現実的じゃないか。ん、そうなの。うん、あの最古のラブ大将軍だってバカじゃない。すげえバカにしてる。今こっちが突っ込めばそれこそあいつの思うツボだ。まあそうだよね、確かに復旧するまでの間に向こうも攻めてくるってわかるもんね。町のカメラが停止していても、うん、城そのものが健在なら同じことだしね。まあ何かどっかに秘密の入り口とかね、ない限り突入するのは厳しいだろうね。ユキさん何か知らないかな。それにやっぱり敵の数があまりに多すぎる。うん、僕たちの目的はヨシキの撃破と城の地下にいる民の救出だ。そうだね。そのためには城に攻め入る必要があるが、今の状態で行くのは現実的じゃない。最終的には何かしらの方法でヨシキのカメラを欺く必要がある。うん、そこで僕に考えがあるんだが。何？ただそれを実現するにはたくさんの人手が必要なんだ。人手。ユキさん、
あなたは町の人々に顔が利くようだ。さっき僕らが解放した人たちに協力を頼めないだろうか。でもそれはダメなの？何か問題が？もちろん私からもお願いしてみます。ですが、ですが説明するより、ん、その目で見ていただくのが早いかもしれませんね。何気になるんだけど。カメラが停止した今なら大丈夫でしょう。どうぞこちらへ。はい。何手伝ってくれない理由があるの？ユキなの。後ろの方々はもしかして？ええ、皆さんを解放してくださった旅のお方たちです。なんとなんと、誠おにぎるでやんす。お、感謝してんじゃん。この調子だったら手伝ってくれるんじゃないの？ようやく子供に会えました。これでまた静かに暮らした。静かに暮らしたいのかな。もうあんな怖い思いしてるからね。そのことなんですが、ユキさん、ここは私が。みんな本当によかった。もう二度とあんなことさせたりしない。だから次は協力してほしい。ヨシキを倒すために。なんかいけそうな雰囲気で話してるけど、ダメなのかな。あ、ヨシキ様を倒す。あ、まだヨシキ様なんて言ってるもんな。俺が逆の立場だったら、あのなんか仏教皿の大仏をぶん殴るみたいな言い方すると思うけど。ヨシキ様か。で聞こえません。そっちは私たちに任せてくれ。頼もしい仲間がたくさんいる。でも君たちの力も必要なんだ。みんなの手を貸してくれないか？それは、みんながなんていうか、ダメそう。みんなヨシキの愛なんて嘘っぱちだと気づいてたんだろ。さっきの映像で連れて行かれた人たちがどんな目に遭っているかも知ったはずだ。あ、そっかそっか。この子たちは別に助けた人じゃないのか。そうだよね。みんなが立ち上がってくれたら全部終わりにできるんだよ。確かに今の生活も楽ではありません。苦しい時だってたくさんあります。だったら。でも少なくとも生きてはいけるでやんす。もともとあちらは非力な民夫さ、多くを望んではいない。おとなしくしてさえいればどうにか暮らしてはいけるでやんす。それにもし失敗したらどうなりましょう。失敗か。ほんと怪盗団のやつら失敗ってこと考えないからな。まあそのおかげで成功してるんだと思うんだけど。もっとひどい目に遭うかもと思うと怖くてたまらないのでございます。だから足屋のことはそっとしておいてほしいでやんす。しょうがないでやんす。足屋はこのままで。そんな、ユキさんが言ってたのはこういうことだったんだね。ユキちゃんにはお見通しだったんだね。はい、抵抗して悪化するくらいなら多少の辛さは受け入れよう。まあでもそう考えるのが普通か。まずちょっと怪盗団のさ、強さをさ見せつけてやろうぜ。あ、この人たちなら大丈夫だわってさ思ってもらおう。ヨシキはそんな諦めを利用し弱った心につけ込んで支配しているのです。ユキさん、そんなのおかしいよ。ずっと我慢して怯えて泣いて、それが生きるってことなの？このままじゃダメだって本当は分かってるんだろ。戦うことを恐れずに私たちと一緒に立ち上がろうよ。どうしろ。でもやっぱり私たちにはダメだよ。これじゃ。エル、いいかな。お、どうしろ。彼女は頼れるやつなんだけど、
すぐ熱くなるところがあってね。戦うのは怖い、うん、力もないのに戦えなんて馬鹿げた話だ。東四郎が言うと説得力やばいな強い人たちは無責任に言う。あ、恐れるな、立ち上がるべきだってね。うん、おい、エルはそんなつもりじゃ。まあまあいいから、リュウジ、ここは東城に任せようぜ。待て。おお、ここはあいつに任せよう。モルガナと意見が一致。あなた方の気持ちはよくわかる。うん、僕は誰より怖がりだったし、何か理由をつけては戦うのを避けてばかりだった。いや、怖いのは今も一緒だな。正直に言えば戦いたくなんてない。うん、アッシュラだって同じでやんす。アッシュラはこのまま。でも僕は立ち上がると決めたんだ。どんなに怖くて逃げたくても、もう自分に嘘をつきたくなかったから。かっこいい。アッシュラ、強くなれとは言わないし、無理して戦う必要はないのかもしれない。うん、でもせめて自分に嘘をつき続けるのだけはやめてみないか。それでもしあなた方が今を変えたいと思えるなら、僕らは手を取り合えるはずだ。うん、ここにいるのは強い心を持った人たちだ。苦しんでる誰かのために悲しみ怒り、本気で戦ってくれる人たちなんだ。あなた方が協力してくれたら必ず答えてくれる。そうだろ、ジョーカー君。もちろん。うん、言い過ぎたいやいやいや、なんかさ、これまでのなんかペルソナ5ってさ、3番目にちょっとオチを持ってくる傾向あったけど、なんか今作に限ってはなんか3分の2ふざけてないどうしようかな。まあでもどう考えたってな、報酬はもらうよね。お前な、この流れでそれ言うか本当だよ、うん、おにぎりを払い、はい、というのはどうだ。大丈夫、うちの回答だね。潔癖症な方いらっしゃらない？なんか他人が握ったおにぎりは食べれないみたいな人いない？我が輩見て言うんじゃねえ僕から言えるのはそれだけだ。あとはあなた方の意思に任せるよ。うん、今すぐ決めろとは言わない。でもどうか考えてみてほしい。わざわざ来てもらってありがとう。疲れてるだろうし、今は体を休めて。私は協力します。呉服屋店主。君は。私も戦うのは怖い。ですがあの方の言う通り、これ以上自分に嘘をついて生きたくはないのです。この差し伸べられた手を取らなければきっと、うん、二度とその気はやってこない。そうだね、ヨシキ様から受ける痛みよりも、私はその方が怖いのでございます。呉服屋。分かったでやんす。お、アッシュラでよければお手伝いするでやんす。お、本当に？すごいね。この辺りに住むみんなにも私たちから伝えておきます。いや、名演説だったよ、東四郎。一度だけあなた方を信じてみよう。うん、一回だけで十分だよ。みんな、すまない。いや、そうじゃないな。本当にありがとう。いや、なんかちょっと待って、俺さ、もう俺ユキちゃんのこと東四郎の母親にしか見えないんだけどもう一旦俺のその仮説のまま進めさせていただくけど、もう我が子の成長を見守るような表情してるよね、ゆきちゃんね。安心したんだろうな。だって小さい頃に要は離れ離れになってるってわけだもんね。やるじゃねえか、東四郎。どうなることかと思ったが、ちょっと聞き入っちまったぜ。うん、さすが政治家、弁が立つね。うん、あー、ちょっと待って、さっきからなんか俺がセリフ先読みしてるんだけど、さすが政治家。ああ、仕事柄説得すんのはお手の物ってわけか。うん、そんなんじゃない。政治家としての僕は誰かの用意した原稿を読み上げるだけの存在だった。さっきのはただ
思ったことを言ってみただけだ。ああ、ユキちゃん、東四郎さんの言葉が民に届いたのですね。どうでしょうね、単に雰囲気に乗っただけとも。まあその雰囲気をぶち壊したのがジョーカーなんだけど報酬くれてで、次はどうすんだ。なんか作戦あるんだろう、東四郎。ああ、ヨシキの城へ乗り込むためにカメラと警備を何とかしなきゃならない。まあそうだね、さっきも言った通り、それにはいろいろ準備があるんだが、ユキさん、あの解放した駐屯地の他にもアイゼン隊の拠点があるんですよね。なんか東四郎はアイゼン隊って呼んでるけど、なんか他の人たちはアイセン隊って呼んでない。なんだろう、気のせいかな。どっちが正しいんだろう。ええ、中には民が捕らえられ無理やり働かされていることでしょう。なら僕らはそちらへ向かいます。その人たちを救わなければ。人手が必要だと言っていたな。そこでみんなを解放していけば一石二鳥か。この辺りのカメラもしばらくは復旧しないはずだ。少しは動きやすいからな。よし、決まりだな。狙いは残りの駐屯地だ。敵の拠点に乗り込むことになる。準備は万全にな。おう。あー、いい話だった。協力してくれる奴らを集めるのもだが、我が輩たちも備えないとな。敵の攻撃も激しくなってきた。新しい武器やペルソナなんかを、あとことはラベンサとの。来た来た。ラベンサ殿か。また何か協力してくれるのかもな。出てみろよ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ラベンサです。以前お話しした新しい、あ、何ん、あ、んあ怖っ。またこの何度言ったら何度言ったら、あ、うん、あ、もう、まあ、ドメスティック、ドメスティックすぎるよ、バイオレンス。何やってんの。えいや、とにかく新たにお伝えしたいことが。今すぐベルベットルームに。行きづら、怖、行きたくない。なんか忙しいみたいだが、お前に用事らしいぞ。早く行って様子見てきてくれ。おい、モルガラ逃げるな、一緒に行こうよ行きたくねえということでじゃあ、キリがいいし、今日ここまでにしとこうかな。次回は、本当に行きたくないベルベットルームに行きたいなと思います。ということで、まあ、だいぶなんかストーリーがね、だいぶ確信に迫ってきたよね。まあ、多分だけど、ユキちゃんはやっぱり、東四郎の母親なんじゃないかな。小さい頃になんか、別れてしまった。まあ、死んだとか言ってたけど、本当は死んでなくて、みたいな。いや、でも本当に死んだのかもしれないな。けどこれは東四郎の心の中だから生きてるみたいな、そういうことかもしれないし。でさ、俺ね、ちょっと今日さっきの演説の途中でさ、一人ある考察を考えて、なんか俺にしては結構いい考察だなと思って一人で鳥肌立ったんですけど、エルとさ、この民の子たちが東四郎とどんな関係なんだろうって考えた時に、俺なんかずっと思ってたんだけどさ、なんかマリアナキングダムの時のさ、ハットくんとかもそうだけど、ちょっとデザインが幼いんだよね。だから俺さ、もしかしたら東四郎が小さい時に描いた落書きの子たちなんじゃないかなって思ってるんだよね。だとするとなんかちょっと辻褄合うなと思って、なんか一人一人名前が設定されてないのもあえてかもしれないし。でそう考えた時に、エルっていうのはもしかしたら東四郎にとってのなんかそうやって父親からこう抑圧されているものを解放してくれる存在、なんかヒーローみたいな、なんか創作物なのかもしれないな。だとするとさ、本当に革命軍っていうところにもすごく合致するし、あとあの旗、エルが持ってた旗が東四郎も使えた理由もなんかね、そこでしっくりくるじゃんっていう考察を思いついたんだけど、いかがでしょうか外れてたら恥ずかしいけど、これはこれでいいストーリーになりそうだから、アトラスさん採用して
まあね、コメントとかでね、合ってますよとか、感覚鋭いですよ、さすがですねとかやめてくださいね。肯定しちゃうことになっちゃうんで。っていう形で、今日はここまでにしたいなと思います。あ、そうだそうだ。ちなみにこのペルソナ5タクティカなんですけども、配信可能範囲みたいなものがございまして、一旦はこのヨシキのお話が終わった直後までらしいんですよ。ただ2024年1月1日から、解禁されて最後まで配信可能みたいなので、まあ、このペースでいくともしかしたらちょうどぐらいかもしれないけど、ヨシキが終わってちょっともしかしたらね、1日2日ぐらい投稿できない日があるかもしれないんですけど、逆に言うと元旦からね、投稿したいなと思っておりますので、ぜひ続きを楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。